高校2年の時だから18くらいかな。クラシックも同時進行で、フラメンコもやってたんだけども、10代、20代、30代、40代、50代、60代、その間仕事なんかしてって、3、4年ブランクあったりとか、もう継ぎはぎだらけのあれだけど、フラメンコのマイクを手にしたくて忘れられなくて、ここまで引っ張ってきたっていう感じですね。ありがとうございます、うん、教材で先生のことを知って思った通りのことをご指導もらえて、とても丁寧に伝えてくれてもらって、ありがたいなと思います。フラメンコとしての出会い、歌踊りギターなんで、そういうメンバーと一緒に、なんか世の中に、貢献したいなのっていうのもありますね。生活の中にフラメンコを取り入れていきたいなと思います。